視力の神様です。ウェイウェイ、こんばんは。はい、本日はですね、はい、うん、4人揃ってドレッシーなこうしておりますが、うん、それはですね、なななんと、なんと本日で、うん、よしかみ放送100回目。やったー、見つけたー、やっほーい、やっほーい、やばいことやってるね、うん、そうだね、うん、最初は2013年の7月からなんですよ、うん、うんうん、そっからね、100回やってきたんだなってね、うん、なんかあっという間だった気もするんだけど、でも100回ってすごいよね、うん、ね、すごいすごい、だって3桁だよね、3桁すごい、うん、ハンドレット言われてハンドレット、ハンドレットです、はい、ワンハンドレットだよ、うん、This is 女子神ウェイヤーね、いやー、でも前説はシワ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 いつも撮ってね、うん、うん、そうだね、うん、ね、そんなこんなの100回目スペシャル、うん、きっとね、うん、本日は、ね、あのコーナー一つなんですけど、うん、きっともりもりな感じになりそうな気がするので、うん、はい、もう早速自己紹介いきますよ、はい、はい、はい、放送開始した時はもうなんか全然ヘッポコだったけど、今もヘッポコだけど、ちょっとは昔よりは慣れたんじゃないかなな、ひよこです、よろしくお願いします、イエーイ、はい、そしてそうだね、なんかね、100回目だけど、これからもまだまだ続くからよろしくね、ケメキチコとツミパワーソウルです、よろしくお願いします、イエーイ、はい、そしてはい、絶賛鼻声で、しかも昨日、うん、車乗ってたら右折禁止のところを知らんと右折禁止して後ろからあのバイクの警察のおじさんにうーって変えて、はい、そこ止まってって言われて、あれあれあれ、2点減点7000円罰金払ってきたぜ、いやおしのまんです、よろしくお願いします、えーえーえー、なのかなしーん、そっか、いやもうね、いや本当に知らなくて右折禁止だったっていうの、うん、いやちゃんと見たらその一通っていう標識あるんだけど、うん、もうね、うん、結構ね、いろんな人がもうそこで右折するんですよ、やっぱり。ああ、だから張り込んでんだ。そうそうそう、やっぱ張り込んでたみたいで、うんうんうん、あのもう見事に捕まりました。そっかー、うん、ショック、踏んだり蹴ったりだ、踏んだり蹴ったりだよ、風が引いてるしさ、うん、まあでも初犯なんつうの、無事故無違反の初犯ですわ初犯犯罪犯罪、うん、初めてか、そうそう、初犯で、なんか3ヶ月だから、昨日やって3ヶ月何にもなかったらまた無事故無違反に戻るみたいなこと言われて、へえ、あ、でもお金取られるんだよね、お金は取られるし、なんかあの、あららららら、警察からなんか紙が来て、紙なんかやりましたねみたいなさ、やりましたやりましたね、やだ本当に、それでなんか出頭してくださいみたいな用紙が来るんだけど、罰金払ったから出頭しなくていいからねみたいな言われて、どうなんだろう、もうなんだろうと思って、ね、だからみんなこう今ちょうど交通安全期間だからさ、あー秋だしね、いろんなとこで貼ってるみたいで、
みんな気をつけるんだよ、うん、右折禁止のところで右折しちゃダメだよ、うん、だね、うん、気をつけてね、みんな、うん、はい、うん、風にも気をつけてそう、風にも気をつけてね、流行ってるみたいなので今、うんうん、スタッフの中でもね、ちらほらね、うん、そう、ちらほらほらいるね、うん、はい、はい、そして、はい、こんばんは。100回を迎えて、すごい、あ、もうそんなになるんだって感じで、これからも元気にやっていきたいと思います。世の中的には、まあ、あの方の結婚でなんかドドンと来てる、うんうん、らっしゃる女子がいるのではないかと思うんですけど、個人的には大変元気にやってます。チャコです、よろしくお願いいたします。イエーイ、ね、結婚やら出産やら結婚やら、そうだね、うん、うん、ね、ほんとね、大物が結婚したわい、大物がね、最後の大物が、うん、大物があと残ってるのは蔵之介みたいなね、蔵之介さん、そうだね、蔵之介な、うん、まあまあね、うんうん、あとそう、ひっそり千原ジュニアさんも、うん、あとねえ、キリンの川島さんも、うん、かぶっちゃってね、歌舞伎コーンとか、うん、ね、かぶり新作キーワードからどんどん兄さんが消えていきます、はい、から言われたっていうねえ、いやー原付ゴールド免許のワイが女子やかいおかしい、はい、みんなこんなな何人で、はい、はい、本日は100回目スペシャルをお送りいたしますので、よろしくお願いいたします、はい、ではでは、はい、大事な大事な大事なスポンサーさんのご紹介です。はい、この番組はアズール、ジャバラエステート、キャンディメイク、ミスバーチャルワールドオーガニゼーション、ザ・ベスト・オブ・エス・エル・マガジン、ビオーネ・ファッション・エージェンシー、ビートックス、モンソ、以上の提供でお送りいたします。今夜はモリモリだぜ、イエーイ、ウェイ、モリモリ、はい、じゃあね、もう、うん、本日モリモリになりそうなので、はい、行っちゃいます、うん、はい、本日はですね、はい、100回記念ということで、うん、いつもと違ったコーナーをお送りいたしますよ、はい、はい、それはこちら、女子神名言集、ウェイ、ウェイ、はい、冒頭でも言いましたが、2013年の7月11日から女子神の放送がスタートしまして、うん、今回で祝100回目ということで、今までの放送の中からポロッと飛び出した MC4 人のいい名言、うんうん、迷いの方の名言、うんうん、をご紹介いたします、はい、はいはい、こちらね、ぜひお客様の中でもなんか記憶に残ってるのあったらね、うん、出してほしい、うん、ですね、あの人のあの一言、うん、うん、ね、ね、ね、はい、よろしくね、はい、ね、うん、1個目、これ順番に言っちゃっていいの？うん、そうだね、多分ね、これバラバラに言ったらね、わかんないそうだね、どれ言ったかわかんなくなっちゃう、どれ言ったっけみたいな、どれか絶対抜けるから、順番に行きました、結構珍しいね、うん、はい、はい、1個目はケメちゃんの、はい、炊飯器丸洗い事件事件ありましたな、あれはね、はい、あったね、ざわついたよね止まったよね、うん、会話がね、何も何言ったの何言った、うん、なんだろう、
一応女子力のっていう番組だから、うん、あの最初は私ご飯を土鍋で炊いてますっていう話から入ったのに、うんうん、そうきっかけが炊飯器を間違って本体の方に水入れちゃってってなったら、うん、これ確かあれなんだったっけ丸洗い、あれなんで丸洗いだったっけ、ね、うん、炊飯器の蓋を洗いたかった、うん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 、で蓋の部分についてるあのこお米のほらなんかこう海苔みたいにさ、うん、あのなってる部分あるじゃない、うんうんうん、あれが取りたくて炊飯器を持って、うん、ね、シンクのところに行って、うん、なぜかそのまま水をジャーって本体に入れちゃってそうそう土鍋でご飯を炊くっていう風な会話になって、うん、すごいねって言ってたんだよね、ケメちゃんすごい、すごい、うん、カレーは2日目のカレーはまずいけどご飯は美味しいんだね、土鍋で炊くんだってプロみたいとか、うん、思ってたら炊飯器丸洗いしちゃって壊れちゃったからってそっちに全部持ってかれて、うん、あの土鍋でご飯を炊くっていうところはものの見事に消えた、うん、ですよ。でも今でも土鍋でご飯炊いてます偉いそこを言いたい、うんうん、なんかあれ一発でちょっとその、うん、何？快挙じゃないけど、うん、そうそう、まださ、番組がそんなに始まって初回の頃だったから、うん、あんまりこのキャラとかがそんなには深く分かってなくて、うん、で、普通に会話をしてたら、みたいな3人が、はぁみたいなそうそう、もうそれをケメちゃん普通にさらっと言うからさ、うんうん、なんかいやそういう間違いって結構するんじゃないのかなってで、そう、なんかしないしない、普通はしないよ、うん、しないよ今ね、普通にちょっと聞き逃すとこだったけどそう、しないから止まっちゃったんだよ、うん、3人がえってなってるうん、そう、なんかね、そう、それをね、同じことを旦那さんに言って、え、なんで炊飯器に水入れたぐらいで、なんで壊れちゃうのって聞いたら、うん、バカ、機械が入ってるんだよって言われて、そうなんだって言って、で、お前どうすんだよって言われて、大丈夫、鍋でご飯炊けるからって言って、そっから土鍋。うん、そう、あの私としては土鍋でご飯を炊くんですよっていうことを推したい今でも推したいんだけど、うん、うん、土鍋のご飯は美味しいよ、あの皆さん炊いてみて、うんうん、土鍋でご飯炊くのは女子力は高いと思ったけど、うん、ねえ、ね、いっぺんに落ちたね、うん、そこでずっと、うん、なんでそうなったかっていうのでね、そうそうそう、もう事件だよ、うん、事件だね、軽い事件、名言じゃないって言われてた、ね、それは事件だって言われてた、そんなこともありましたね、ありましたね、まだ本当に初めの頃だよね、うん、最初の頃だった、その後マック丸洗いとか言われて洗わない、洗わないから、あ、でもね、 iPhone 冷蔵庫ってのはあったらしいんだよね、え携帯用冷蔵庫っていうのはなんか、うん、あれじゃん、水没させたら冷蔵庫に入れろって言わない、あ、そうなの、え、復活するの、それで、あ、でもスマホもそうかわかんないけど、昔の折りたたみとかの時は水没させたやつを冷蔵庫に入れとくと、うん、何中の水分が飛ぶ、うんうん、乾燥してるから、そうなんだ、で復活するっていうのを聞いたことあるけど本当かどうかわかんない、へえ、あ、へえ、しなさそうだけどな、ねえ、なんかね、どうなんだろうね、うん、うん、そう、なんていうか名言っていうより何なんだろうねこれそんな感じだよね、なんか事件
うん、珍事件。珍事件ですね。うん。ね、結構こびりついてるよ。うん、ああ。2年経ってもいまだにみんなが、ああって言ってるね。うん、大丈夫、もう今炊飯器持ってないから大丈夫。はい、じゃあお次、はい、参りますか。はい、お次はですね、私キノコの、うん、ゴミ落ちてたよからの、うん、もっとうまくやれよ。これはすごかったよね。すごかった。あ、もうさすがって、うんこれはあれだね、あの土佐の一言の時のやつ、うん、そう彼の部屋で、うん、片っぽイヤリングかなんかピアスかなんか、うん、片っぽ落ちてたけど土佐の一言で、うん、なんて言うっていう、そうそうだね、ゴミてみたいな。ゴミ落ちてたよからのじゃーん。そうトイレに、ね、じゃーって。何事もなかったようにその日を過ごして帰るときに、うん、もっとうまくやれよ、スケジュリフを変えて帰っていくっていう。そう、なんかね、あのキノコさんを敵に回すと怖いと思ったんで。せやな。うん、あら、おこげさん、そらそうよ、他の女のアクセなんかゴミだわって感じ。そう、ゴミゴミ。でもさ、そのさ、ゴミ落ちてたよって言って帰るまで何時間かあるわけでしょ、うん、その間を冷静でいつも通りに、うん、まあ空間が流れていってるわけじゃない、うんうん、そこがすごいなって、うんうん。でも多分彼にとってはそれあれだよ、針のむしろの時間だよ。そうで、多分彼はあれ、もしかして気がついて本当にゴミと思ってるのかなとか、うん、あ、気がついてなかったんじゃないかなとか、うんうん、ちょっとこう安心でね、ああ大丈夫かもって思って、じゃあねっていう時に、そうもっとうまくやるよバーカと。そうだね。いやーってなるね。なんだろうね、やっぱ大人になってあれだ、疲れてんのと丸くなったのとあれだよ。多分昔だったらもうすぐカーッと来てたんだけど、何これ、言ってたんだろうけど、他の3人はみんなそんな感じの答えだったよね。うん、そうだね、なんか、そう、キノコさん怖いっていうの。この子怖いで、この子怖いで、みんな気つけや、うん、怒らしたら怖いで、怖くない。マーキングする女性いるからなとか、ね、やっぱ確かに、あの本当に落としてっちゃった、忘れてっちゃったっていうならともかくとして、なんかあれだよね、本当に大事なものだったらきっと落とさないよね、わざわざ、わざとや、わざと、わざとだよね、でわざと落としてもまあいいかっていうものを置いていくのかな、そういう時って。あれだったらキュービックジルコニアだからまあいいやとかさ。そうだよね、本物とかだったら絶対落とさないよね。で本当に落としちゃったんならともかく、ね、それこそダイヤのとかさ、プラチナのとかだったらさ、怖くて落とせないよね、もったいないってなるよね。はい、運転しようとした、マウンテンシュ。かわいい。そこからまた次の参りますけど、そうだね、結構続くね、今回は。そう、うん、次のはもう最近出た私の、これは前回よね、前回だね、だね、もう名言、マウンテンシュのエンディングで私が漏らした、それ枝ちゃうで。
うん、その一言で1時間がねドーンってぶっ飛んだよね。そう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 。もう何か何だったっけみたいなね、うん、今まで何話してたんだっけぐらいな、うん、そう、あとローカルチャットがドーン、ね、英会話とか始まったりそうそう、ね、してたね、うんうん、英会話そうだよね、うん、ドイツ語に直してくれる人もいたよね、うんうん、そうだ、うん、読めないとか言ってね、言ってたよ、ね、いやでもあれはね、すごかったね、うん、だって枝じゃないもん枝じゃない、うん、高枝切りばさみで切ろうとしたんだよね、うん、大事なところ、うん、切ったのか、切ったんだよ、切っちゃったんだよ、切っちゃったんだよ、切っちゃった事件で、そうかそうか、うん、切っちゃった事件、うん、それでキノコリンが、うん、それ枝ちゃうべーってまさけどみたいなね、高切り枝バサミは枝を切るものでしょ。枝、ね、でもさ、やっぱりああいう事件が起こった後って、うん、多分さ、あの取扱説明書にさ、やっぱり載るんじゃない、枝以外のものを切るのはやめましょう、うん、ね、人に向けてはいけませんみたいな、そう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 、うん、絶対載るよね、あれ、うん、そう、載る載る、結構大事なことなんだよね、うん、そうそうそう、うん、裁判になった時にね、書いてなかったとかね、いや普通切んないでしょとか思うけど、でもそういうのってあるよねひたすら何を切ったんですかってひたすら聞いてるねあの現地の人がいますけど、うん、高枝だ、枝切りバサミね、枝切り、そうだ、高枝切りね高枝切りバサミだったらむしろ避けられるよね、うん、うん、結構難しいよね違うとこまで来ちゃうね、うん、来ちゃう来ちゃ う, そう、ね、うん、男の勲章がね、そう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 、うん、ね、タワー的なものが、そうそうそう、男の勲章がどえらいことになっちゃうから、うん、だよね、だからそのこれ枝ちゃうで説明書に、説明書にね、うん、これ枝ちゃうで、ね、なんかふと思いしたけど、昔あのクロックタワーっていう映画が、あ、映画じゃないや、ゲームがあったなってちょっと、シザーマンハサミ持って、うん、襲ってくるっていうやつ、うんうんうん、うん、だよ、あら東京さん、やっとしとくと、うん、これは枝って使いつきで、うん、いやでも痛ましいんだけどね、うん、本当にね、ね、世の男性方はヒュンってなったんじゃないですか、いや震えるです、震え上がると、怖いよ怖いよ、うん、大事な、そう、人間を切らないでください、本当ですよ、うん、枝です、枝切りバサミでしょうね、うん、枝を切りましょう、うん、ダメよ、うん、ダメだよ、はあ、ダメですよ、ね、キノコさんの名言です、うん、その時もですね、あの、うん、私のが続いているんですけれども、うん、いきますね、うん、うん、マンネリ解消は SM でこれもインパクトすごかったよね、ね、うん、うん、もう最初に頭に上げてる時から SM って2文字しか書いてなくて、うん、そうそう、で、え、もしかして違うよね、ストレートに行かないでしょ、行かないでしょと思ってずっと番組を進めていって、最後にキノコリンはって言ったら SM ってそうそう、うん、そう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 、ストレートに行ったもんね、うん、うん、キノコリン名言多すぎって言われてる、うん、好きだからいっぱい入ってくるんだよ、うん、いや、いろんなところでニョコニョコ、キノコがね、うん、生えてくるんだよ、うん、いや、これもびっくりしたね、でもこれは今でも意見変わってないよ、うん、あ、そう、うん、この前聞いた時に、そうそう、こう、打ち合わせの時に言ってた時に、うん、うん、SM だって言い切ってたからね、うん、この子、うん、確かね、なんかその週の TJC だったかに、うん、なんか、うん、MJ 氏が、うんうん、
伏せてることになってるのかわかんないけど、ね、MJ 氏がなんか言ってたんだよ、うん、なんかそれは、うん、なんだっけ、ん、ゆ、ん、ゆ、よっぽど溜まってんじゃないのお前みたいな感じのこと言ってたんだっけな、あ、そうなの、うんうん、いい、そっか、あったね、そう、次の日の TJC でもその話題になったんだよね、うん、そう、なんかケメちゃんがなんか投稿かなんかのタイトルかなんかに書い、タイトルじゃなくてなんか投稿名かなんかに書いて、うんうん、なので、うん、そっから女子髪でこんなことをキノコが言ってたんだよみたいな、うんうんうん、そうそう、次の日の TJC でもね、うん、私占いだったのね、うんうん、で占いで出て、で結構ね占いの前にその話でね、うん、盛り上がってネクタイはいいよってマサさんも何を言ってんのあの人はもう本当にね、だってなんだっけあ、なんかそんなこと言ってたな、ね、ネクタイいいぞみたいな、いいぞいいぞみたいな、そう、なんかこう語って盛り上がっちゃってまあ、そうだね、だってなんか前の彼女にな、前の彼女さんでなんかスポーツバッグの中にそういうグッズを仕込んでる人がいたっていう、ああ言ってた言ってた、うんうんうん、そうそう、ね、それでこれでしてほしいのって言ってたそう、そういうこともあったみたいなね、うん、まあすごいね、びっくりだよ、まあ、でもなんかマットさんはすごいノーマルな気がするあー、すごいノーマルキノペロさんはアブノーマルなのアブノーマルなのかなてかね、キノペロさんはね、あの考えた時に、ね、どう考えても S だろうって思ったなるほど、旦那さんは M なのね、ペシペシてか、多分そうだと思う、きっと、うん、あー、どうかな、いやでも意外に旦那さんの前だとあれかもよ、うん、うん、そうなのかな、ふふふにゃやめろやめろあ、もう次いるからね、はい、はい、次は、うん、チャコリンの、うん、お腹が空いて機嫌が悪いですあったあったあ、これあの前説、え、前説じゃなくて自己紹介の時にね言ってた、びっくりしたね、ありました、うん、うん、だから今日はなんかもういいです、さっさと続きましょう、自己紹介はしませんみたいな悲しいよね、うん、あのなんだろう、100回やってきて、うん、チャコリンがいい意味で壊れていくのを見るとか、うん、面白かった、うん、うん、なんかそう、やっぱりほら最初あい、ね、始めた頃ってやっぱりお互いにほらどんな感じなのかなとか、うん、ね、分かる部分とかもあったりとかして、うん、こうでもほらだん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 やっぱり慣れてきて、で仲良くなってくると、なんかほら、ポロッと出るわけじゃない、やっぱり。うん、自分の、うん、ね。そうだね。本当の部分、うんうん。うん。なんか、そこの走りみたいな。あ、チャコさんがみたいな。当時はまだ、あの、うん、猫かぶってたような時期だったんだと思う。うん、うんうん。今みたいにバンバン思い、いろんなこと言わなくって、うん、まだこう、済まして、あの座ってた時期、うん、なんかあれだよねたのかもしれない、モデルのチャコですみたいなね、うん、あ、今はもう全然そんな思いリオネ何それぐらいの勢いでほんとほんと、なんかあのし、ちょっとし、ここの番組に来ちゃってよかったのかなってたまに考える時が大丈夫だったかな私ってね、チャコさんがみたいなね、うん、うん、大丈夫よ、チャコリンは一番の腹黒人だから、ね、ちょっとやめてやめてやめてそれはね、やめてほしい
そうだね、だからこのまま続けてったらチャコリンはいたしても、どうなっちゃうのかなって思う。うん、ねえ。ああ、でもね、東京さんがフォローしてくれてるよ。空腹で機嫌よくいられる方が不思議だ。そうだと思う。やっぱりね、お腹がたまたまその木曜日が忙しい時があって、ご飯が食べれてなくて、うんうん、私今日何にも食べてませんだってあのその日の放送終わってから、もうお腹が空いてもいても立ってもいられないから、ご飯食べますってスポーンと落ちたもんね、確か。うん、そうか、確か忙しかったんだと思う、うん、早く食べてってみんなでそうじゃない、そうだ、うん、でもローカルで今上がってるさこのイメージもどうなのってグビンドボールみたいなおかしい。ああでも恋好きの頃から、うん、いきなりピン抜いた手榴弾投げてこない。そうか。恋好きの時のあれが、あの彼氏はコンビニまでしか行かせないだったんだね。行かせない。うんうんうん、ね、あれあったね。なんかどんどん面白くなってくる。うんうん、面白いよ。うん、チャコリンのポソポソっと出す一言がめっちゃ面白かったです。うんうん、あとダメダメダメそれっちっていうさ、あの止めるとかちょっとね、あの100回を、うーん、これをちょっと一つの、うん、何ターニングポイントとして、うん、やめよ。ダメ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 。もう無理だ。ブリブリ、ごくんと言葉を飲んでみて。ブリ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 。そしたらもうどんどんチャゴリに振るよ。うん、うん、ね。えらいことになるで。はい、じゃあ続きましていきますね。はい。はい、次は、マンの。今更、うん、これね。今更、これはあれだよ。結婚かなんかの挨拶を、親にしに行くときに、うん、彼氏が、うん、そう、緊張してる彼氏のなんか緊張を和らげる一言みたいなの選手権だったのに、うん、私はいや他の3人は結構なんか私がついてるから大丈夫だよみたいな結構前向きな意見だったのに、うん、私だけ一人、そしてみんな優しかった、そうそう、何今更ちょっとビビってんのよみたいなそう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 、何お前今更、うん、今さだろみたいなそうそう、あの時はマンだけが結構スパルタだったもんね。そう、今ね、だってね、そうじゃない、今さら緊張してどうすんだよみたいなじゃあやめるのかよぐらい、ね、そうそうそう、じゃあやめんのかみたいなさあるじゃない、うん、なんかそこでね、なんかマン厳しいなみたいな感じにバスやったみたいなね、うん、なりましたね。刺してえぐって。そう、あの時に万の口から今更が出るとは思わなかった。うん、この場に及んでみたいな感じだったね。この場に及んで、そう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 、島にも行くの。お前何言ってんだみたいな。みたいなね、彼氏ビビってるみたいな。へいへいへいって。そうそう、とお父さんも怖いけどマンも怖いそうだね、まあこれはね、今でもこの気持ちは変わらないんで、うん、まあそうなんだけどね、まあそりゃね、そう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 、緊張する、そうだよ、緊張するから、まあそれはそうなんだけどさ、うん、じゃあやめんのかよだけど、そうそうそう、まあでもね、うん、うんうんうんね、もうなんか私がいるから大丈夫だよみたいなことはもう二の次です、うん、とりあえずそこでバッチリなんつーの、男を見せてくれよみたいな、うん、うんうんうん、ね、うん、じゃないと、そこじゃないとなんか安心できないじゃん、うん、自分も、ああそうね、うん、
こでしっかりこう、ね、ビシッと決めてもらえないとね、うん、うん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 、そうだね。なので今更っていうのをその時は選んだんだと思う、うん、うん、うん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 、マンのダーリンよく心しておいてください。はい、ね、心ついてくれ。そう、緊張するねって言ったら今更って言われるから。お前の覚悟はそんなもんやったんかい。そう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 、バシ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 、何かを求めないようにバシ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 なるからね。まっかれ頑張れって言われてる、うん、頑張れよ、頑張ってください、はい、うん、ね、うん、じゃあ次、うん、チャコリンの化粧うまいね、うん、うん、これは何だったかね。そうそう、化粧、あれだよね、逆とっさの一言じゃなかったっけ。そうそうそう、あの、うん、これは嬉しくない褒め言葉、そうそうそう、男の人に言われて嬉しくない褒め言葉、うんうんうん、だった、うん、だね、うん、うん、そうそう、化粧うまいねって言われると微妙、うん、だよね、うん、へーってちょっとこう、あそこまで見てるし、じゃあ何、すっぴんはダメってことなのとか、うん、うん、なかなか微妙だなって、うん、うん、そうね、うん、そうだよね、確かにそれ言われるとなんかちょっとグサッとくるよね、うん、うん、あんまりあの嬉し、あ、ありがとうとか、なんか今日、だからその時のあれってその。それに似合ってるね、だ君その色は僕も好きだよとか、そういう褒め方をしてくれれば、うん、こっちも嬉しくなるけど、うんうん、具体的に化粧うまいねとか、リップの色がいいねとか、うん、アイラインで素晴らしいねとか、そうね、そういう褒め方をされると、ね、微妙、うんうん、っていうかもうあれだよね、それ本当に言われたら本当なんか心の中で怒り心頭だよね。化粧だけかーって思うよね。すっごい落ち込むと思うわ。素材は悪いってことですか。そうだよね。そう。そうそうそう、じゃあ何、このテクがこう交代した時にはもうダメだわけみたいな。そうだよね。なんか。ファンデーション綺麗に塗れてるねとか言われてたら大きなお世話だとか思う、うんうん、でも男の人で実際いるのかな、化粧前ね、あんまりいないと思うよ、ないよね、うん、あでもてか男の人だともっとはっきり、例えばあ何ちゃんだったの、あすっぴんだから分かんなかったとか言われたらコンセプトだよね、うん、うんあ、ジュゴンさんが化粧を化粧の意味をなるほどね、あ、ジュゴンさんありがとうございます、ね、そうだよね、うんうん、でも男の人なのにそこまでなんか詳しくなんかハイライトがいいねとか、うん、そういう風に言われるのもちょっと、この人なんでそんなによく知ってるんだろうとか、うん、ね、あの自分でも男性のメイクアップアーティストさんはやっぱお姉系の人が多いもんね、そういうのだと、うんうん、うん、おぐめさんとか、そうそう、いっこさんとかね、お前はいっこかよとか、そう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 、どんだけって言わなかんくなる。でもあのお姉の人にあのそういうことを言われるのは多分腹立たないんじゃないかな、うん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 、それは腹立たないかも、ね、すごい褒め言葉なのかなって、うんうん、あんた化粧うまいわ、うんうん、何使ってるの教えなさいよ、うん、そういうのだったらね嬉しいかも、うん、だから営業でお姉のふりする人とかもいるとか言うよね、ああ、ファッション同士で言われてもほらお化粧とかメイクのこと、あメイクのこととか髪の毛のこととか、うん、要するに女に言われてもちょっとカチンとくるし、かといって男の人に言われてもなんかちょっとグサッとくるから、なんかその点お姉っていうキャラだと
なんかほら傷つかない、うんうん、っていうので、なんか営業お姉の人もいるらしいよね、うんうんうん、わざとだから女言葉で、だけど別にそういうゲイとかオカマではな い、うんうん、キャラだよね、もういる、うんうん、キャラでね、うんうんうん、傷つかないもんね多分、うんうん、あの例えばズバッと言われても多分傷つかないと思う、うん、あんた気性乗り悪いわねとか言われても、うん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 、ドラナンバー使ってちょっと業界の匂いを感じるねそうだよね、それは舞台化粧、うん、青色リホってわかんないな着色料だよね完全に現金具とかに褒められた、うん、確かにね、そうだよ、現金具に褒められた、うんうん、すごい、うん、いいだよね、てか多分あの人にボロクソに言われてもそっかーって素直に、うん、じゃあなどういう風にすればいいのとか聞けそう、うんいやーまあリアルな男性で言う人は少ないとは思うけど、言われたら本当ね褒めてねーよって、うん、言いたくなるよね、うん、耳を噛むね、喜んでいいのか、うん、なんかう、うん、絶対喜べないわこれ、うんうんうん、はい、じゃあ続きまいりますね、はい、次は私の、うん、どっちにしろ女の趣味はアリーナあーこれはラブリンのエンタメのコーナー、そうそうそう、ラブリンの、そうそう、あーはい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 、ノリカの、うん、ラブリンのノリカか、うん、アサミか、うん、うん、どっちもダメよっていう、そうそうそう、あのアサミと別れてノリカかよみたいなうんで、これってあれだよね、 Q シートにこのセリフ書いてたんでね、どっちにしろ女の趣味はリーナって書いてあってこれをなんかうんと、えこれこのまま読んでいいのかなって言いながら、うん、どっちにしろ女の、うん、趣味はリーナって言ったんで言っちゃった、うん、と思っておかしかったこれ、だって、うん、これあの二方ともどっこいどっこいの地雷じゃない、うん、そうなのかなまだなんか浅見の方は言っちゃってる気はするけど、うん、なあ、だって、あー、のりかさんも言ってると思うよ、言ってるかな、うん、のりかはさ、うん、呼び捨て藤原さんはさ、うん、なんか代表作ないのに大女優じゃない、その時点でなんかうさんくささがすんごくってさ私の中では、うん、確かに、なんか代表作あるって言われるとないよね、ないでしょ、うん、あったかね、なんか出てたっけ、もう覚えてないわ、うんとね、なんか大沢たかおと不倫、なんか昔付き合ってた恋人同士でお互い別々の人と結婚したんだけど、うん、ある時再会してな、そのやけぼっくいに火がつく的なドラマをやってたよ、それはよく覚えてる、でもその時も、うん、その大沢たかおの奥さん役だった富田靖子がとにかく怖くて、そっちの印象がすごい強い、うん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 、浮気されちゃう奥さんの役をやった富田靖子がもうとにかく怖くて、うん、そっちに全部持ってかれた感じだった、うん、うん、のりか様はね、うん、危険な関係とか、うん、危険な関係、ああそれがそうなんじゃない、ゆきめちゃんが言ってたやつじゃないの、だっけ、なんかタイトル花より団子とかにも出てたっけ、出てたみたいだよ、映画、ああ内田有紀さんのかな、うん、多分あの昔の井上さんじゃない方の時かな、そうなんだ、あの憔悴な、あのハンサムスーツが、うん、あの、うん、なんだっけ、道明寺の役のやつのやつや、やつのやつか、やつのやつ、あと一つ屋根の下2とか、
にも出てたみたい。出たんだ。あ、全然印象ないわ、ね、ないね。あとあれとかやってたよ、なんか女版 GTO みたいな感じのやつ。あー、やってたかな。へー、全然覚えてない、うん、分かんない、分かんない。なんか、最終回にみんなで女遊びするみたいなやつ。え？よく分かんない、覚えてないけど、うん、まあね、確かあんまりこう見てても、うん、あーみたいなドラマはないね。うん、うん、うん、そうだよね。うん、なんかあんまりにも、なんだろう、こう、なんだろう、役になるって感じじゃないよね、あんまりね、うん、なんかそのまんまみたいな。うん、うんうん、結構なんかドラマでもさ、こうモデル役とかさ、やっぱり、うん、なんかちょっとお高い女の人の役とかがさ、うん、多い気がする。うん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 、そうだよね。あ、でもお高いような感じの役で米倉涼子はうまくいってるんだけどね。あ、そうだね、確かに。うんうんうん、うん、あ、ね、エステの CM とかにはやっぱりノリカって感じだよね。あー、うん、そう。あと国勢調査だね。やってるよね、今。ね、うん、私、あの国勢調査のコマーシャルの藤原ノリカの髪型が変だなって思う。なんかちょっと変じゃない、うん、思う思う、うん、しっかり見てなかった。本当、見てみて。あのね、髪変だよ。なんか髪型変だよね。髪型変。そう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 、それがいつも気になる、うん、髪型が変なのかメイクが変なのか、なんか変だよね。なんか変、うん、あ、うん、そうだよね。でもなんかあれでしょ、あのノリカさん以外の人となんか浮気をしてるとかなんとかかんとかっていう話も確かあったよね、その後ラブリン。なんか何かしらやっぱりノリカ以外にも会ってますみたいなさ、こう歌舞伎の人やなみたいな感じがあるよね。うん、うんうん、そうだね。あ、国勢調査の CM といえば信成だろう。あ、信成くん頑張ってるね。頑張ってる、頑張ってるね、うん、好きだけど、うん、うん、いろいろ書いて、いろいろみんな上がってる、うんうん、あの姉妹のね、突き抜け方は私好きなんだけどな。あれはあれっていうか、うん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 、確かに、うん、だって見てみたいもん、本物、うんうん、ああ、隠し子ね、歌舞伎役者ってね、いるよね。うん、うん、まあなんていうか、女の趣味も悪いけど男の趣味も悪いような気もするけど、どっこいどっこいで、うん、どっこいどっこいで、うんうん、頑張れ。趣味悪いもん同士仲良くしてください、はい、うん、切ったね。まあ幸せなら、幸せならいいよ、本人らが。そうだね、うん、うんうん、ずっと夢の中で生きててください。、うん、はい、お次参りますよ。はい、はい、はい、次はこれ、それあの某元カレさんの、はい、キノコ好きだよ。チュッ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 。もうあのズバ抜けた人が出てきましたね。はい。これはね、もうみんながね、もう入った。震撼したよね。震え上がったよね。てか MC の名言でフラッピーっていうね。うん、そう。ただの、ただの棒も解かれだから、ね。忘れられないこれも。うん。うん、寒いボタった、
これは元気してんのかねこのボーモと彼は。ねえ、本当だよ、あ、見てみたいそれが来たかって、それが来たかって、そうそう、入ってくるのが趣味なんですよ、うん、もう外せないですよ、これは、うん、もうびっくりしたもん、うんうん、震え上がったよ、みんな、ね、多分だから、うん、なんていうの、 SLTV やってる限りもうずっとこれ言われてる怖いよ、あのロミオ、ロミオ、ロミオ、うん、ロミオ、ロミオ、何、別れた元彼が、うん、未練たらしいメールとか電話とかしてくるのをロミオ、うん、だからメールだとロミオメールとか、へー、あー、それで、そうなんだ、うん、うっかり別れたらネタにされるのかって言われるけど、その通りです、うん、はい女子はね、こういうの大好きだからね、うん、そう、うっかりした別れ方をしたらだね、うん、本当にね、うんうん、そうだね、別れること自体はね、別にね、あれだけど、うっかりした別れ方、うんうん、上手に別れないとこうなっちゃうってことだね、うん、そう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 、うん、うん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 、怖いよ、みんな気をつけてね、だよ、だってまさかまさかこんなユーストリームの生放送で、うん、ね、自分のことがこんなにネタになってると、うん思ってないだろうね、うん、いいでしょうそれで何か何かっちゃ言えばこれ持ち出されてね、うん、そうよねえ、黒歴史っていうか何、うん、ねえ、うんうんうん、面白かったよ、うんうん、もうトラウマだけどね、そうだね、うん、本人はね、うん、本人は嫌だよね、うん、しかもその後もしかしたらストーカーかみたいな感じになってたからね、そうだよね、なんかふっと振り返ったらいたんだもんね、そうそうそう、電車を乗るか降りるかのタイミングで、うん、うんうんうん、怖いよね、よかったよね、生きててっていうか、生きてて、ね、いやでも何事もなくてね、よかったね、うん、うん、ね、最近そういう事件多いからね、本当だよ、本当だよ今、うん、うん、はい、じゃあお次いきますね、はい、次はキャメちゃんの、はい、お待たせ、落ちないように透明板つけといたから、これはクリスマスだね、これ妄想のね、うん、妄想になるとケメちゃんのね、うん、妄想が爆発しちゃって結構ね、あの食らいついちゃう、うん、おそれで、ね、みたいな、そう、ね、妄想トラベラーのコーナーで、うんうん、クリスマスの時のなんていうかデートのシチュエーションっていう、そう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 、そういう話だったんだよね、うん、確かね、うんうんうん、でそれぞれみんなは結構現実的なクリスマスデートプランを言ってきて、うんうんうん、私だけすごい妄想で突っ走った時のあれで、そうそう、彼氏がサンタ、そうそう、彼氏が、でもね、聞いてるとすごく面白いんだよねそうだそうだ、なんか向こうからシャン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 って来てみたいなそうそう、でこうガーって脱いで、お待たせ、ちょっと忙しくてさみたいなそう、で彼氏がサンタ、うん、そう、彼氏がサンタで、あの窓の外にソリに乗ってやってくるっていうでどこ行きたいみたいな感じなんだよね、そうそうそう、普通な感じで、私が落ちないよ、ソリから落ちないように透明の板をつけといたからっていう確かね、この時なんかでやっぱりなんだっけ、誰かがスカイの家を作ってたんだか、なんかSLTV のセットで何かあの作ってたんだかの時で、その時になんか落ちないように透明の板を張ってた時があって、その時になんとなくその透明の板を張って落ちないようにするっていうのが頭に残ってて、それで行ったんだと思う、うんうんうん、昔私が住んでた家かも、うん、とかそう、スカイ浮かべてて、うん、
で、一応柵はつけてたんだけど、うん、キャメちゃんがそれを乗り越えて飛び出さないようにって言って透明につけた。私よく落ちるから SL ではね、うん、これ SL ならではだよね。そう SL やってない人だと、うん、何のこと言ってんのかさっぱりわかんないよね。これほらなんか桜の時の妄想も、うん、ちゃんと透明板つけてあったよね。確かに次のやつだね、うんうんうん、次のキャメちゃん。ああはい、うん、そう、うん、じゃあその流れで次、うんうん、それが私もそこ飛びたい、うん、なんだ、うん、なんかバカかなって思うよね。これはあれだよね、なんだっけ、ね、こう桜のせいかなんかになって飛びたいみたいなこと言ったんじゃなかったっけ、うん、かぐや姫だっけ、かぐや姫だっけ。あーそうだそうだ、やっぱりこれもおでつネタで、そうだそうだ、そうそう、あの妄想トラベラーのやっぱりおでつネタで、そのマンが確かなんか奈良かどっかの、うん、なんか桜の綺麗な山の写真を、そうそうそう、あのアップしてくれて、うん、千本桜だね、うんうん、そうそう千本桜で、それで私がするその写真を見て、うん、そあの映画のかぐや姫のラストシーンみたいに、うん、クライマックスシーンみたいに、うん、うわここは飛んでみたいって言ったって。そうだそうだ、その前にキメちゃん自身の旅プランでそんな感じでなんか飛びたいみたいなこと言ってたよね。桜並木を飛ぶみたいな、うん、あ夜桜の中を飛ぶだ、うんうんうん、って言って、でそのあと一番最後に確かマンのやつで、うん、写真見たときに、うん、あ私もそこ飛びたいそうそう、どこでも飛んでるケメちゃん、そうそう、あ言われてる、リアルで透明板とか飛びたいとかは言ってるよってよってね、でもあの飛べたらでもいいよね、あの人間が空をそのままとは思うんだけど、うんうんうん、なるほど、透明板のランドインパクト数えないうちは大丈夫だって あそっか、まだ大丈夫だって、うん、大丈夫、よかったよかったよかった。そう妄想ネタでいくとなんかすごいこと言い出してる、うん、そうそう、うん、面白い、何を言うんだろうみたいな感じで、うん、結構でも妄想なんで何でも OK だから、うんうんうん、妄想がトラペラーだからって言って、だから妄想でいいんだからって言って、結局すごい妄想してるの、そうそうそう、うん、が私だ、うん、うん、そうそうそう、妄想は楽しいよ、うん、うん、そう、ベルモさんが見つけてくれたよ、お、これ何、東京お堀ではなく中に入って十二人への桜の、ん、ああ、うん、裏をあしらった春の和菓子とお酒、もちろんお抹茶も用意、雅楽を堪能しながら懐石料理にした鼓、夜かがり火に照らされた桜の花びら舞う中で空を飛びながらキャッキャウフ、あそうだ、なんかそんなんだったな、あ、うん、自分で見て、うん、思い出した、そんなこと言った気がする、うん、でも今こうやって見て、あーそっかって思ったけど、いやできたら楽しいよねこれ、楽しくないかな、十二人とか着れんだよ、うん、重いよ、重いよ、いやほらそれは妄想だからいや実際中二人へなんか来たらあれ20キロぐらいあるよね、あるある、うんうんうん、いや妄想だから重さとか関係ないからまあね、うん、うん、なんか面白いインパクトだよ、かしい、そうだから、なんか今後も妄想頑張ります、うんはいはい、はい、お次マンの、はい、うん、そもそも出かけたくない
そうだ。そうだよ。暑いからとかね。あれだよ、あのなんだっけ、ゴールデンウィークにどこ行くみたいな、うん、これも確か妄想デートプランかなんかだっけ。もうね、私は本当その時素で思ったよ。そもそも出かけたくないって。バッサリ。うん、なんかいろいろ考えたな、その時も。やっぱりこうどこ行こうかなとかさ。うん、あのね、やっぱりこういろんなどっか遊びにうーんって考えたんだけど、自分のことで考えると、うん、いや無理だと思って、いやもうそもそも私はもう出かけたくないっつって、うん、うん、まあね、現実だとまあ確かにどこも混んでるからね。そうそう、混んでるし、あれだよね、連休価格になってるし、うん、そうそう、お手洗いとかもね、うん、すごい混んでるし、うん、そういう時に、そう、そういう時に限って、しかも気温が上がるとかさ、うん、5月の、何、4月の終わりから5月なのに真夏日ですみたいなさ、うん、やってらんないよってなるね。うん、実際そうだったんだよね。そうそうそう、なんだっけ、軽井沢に行って涼しくないって怒ってたの。そうそうそう、だからね、私がね出かけるとね絶対暑いんですよ。あのちょっと裏女子髪では修造とか言われて、マンガ出かけると暑くなる修造か。あのね、確か2年前のに去年だったかなのゴールデンウィークに東京に出かけたんですよ。うんうん、そしたらもうなんかこれ見よがしの暑さの日で、もうなんか珍しく今日は暑いねみたいな日だったのよ、ちょうどその日が。で、うん、その夏に軽井沢旅行行った時も、うんうん、軽井沢のくせに30何度まで上がってみたいな。だってよね、軽井沢なのにね、軽井沢の記憶はある、軽井沢なのに。そうそう、すごい暑かったって言ってた、うん、そうそう、うんうんうん、でその、ね、軽井沢の現地の人も、いや今日はね、うん、暑いですよみたいな、珍しく暑いですみたいな。収蔵疑惑疑惑ってずっとチャットで書かれてるよ。本当だよ、うん、いやほら、今更発言とこの今の発言とでもう収蔵確定だよ。いや暑い女、暑い女、基本暑いんですよ。私がこう、私一泊とかでどっか出かけるってなると大体暑い、うん、からすごいね、うん、すごいね。でもなんかね、嫌になってくるよ本当に。でもほら、寒いとさ着るもんいっぱいないと困るけど、暑いと楽かな。ほんと洋服少なめでいいんじゃないみたいな。いやいやいや、でもそれ以上脱げないじゃん、うん、ああそっか、そうだよね。あ、館林と熊谷って妄想だ。おかしい、なんかこれ以上実家を熱くするのはやめてくれとかいろいろ書いて、そっか、マンは収蔵だったんだな。ねえ、実はそう、まあ分かんないね、まあたまたまそういうことが続いたんですよ、うん、あの今の人とお付き合いして出かけるっていう時に限って、うん、うんうんうん、だもしかしたらその向こうがそういう人なのかもしれない、うん、あー、どっちなんだろうね、どっちか、2人ってとか、うん、2人で収蔵、2人って効果倍増みたいな、うん、そうなんだ、そうなので、どっちかが収蔵です、うん、はい。ある意味兵器だって言われてる。だからきっと北海道にいたら北海道暖かくなるかもしれない、うん、そっか、じゃあレッツゴーレッツゴー。はい、じゃあお次参りますね。はい、お次はキメちゃんの、はい、抱かれたい芸能人はゴルゴ31。そうだ、これはね、あった31だったんだよね。そうそうそう、これね、私がこの番組のテクスチャーを作ってるんですけど、その吹き出しとか、うんうん、その時に、うん、マンってこういつもの感じでこう LINE が来て、抱かれたい芸能人はゴルゴ31でお願いって来てて、
はってなってで多分ケミちゃんその LINE にね、私ね、え13じゃなくてって送ったんよ。うん、なんか私あのゴルゴ31みたいな、そのなんかモノマネ芸人みたいな人がいるんかなと思ってこう、そうそうそう、なんか、あのゆうたろうみたいなさ、ああいう感じでさアイスクリームだとか、そうそうそう、あのそもそもあの私結構お題の勘違いは多くて、あの抱かれたい芸能人じゃなくて有名人だと思ったの、うん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 、ほらでそれで有名人でも人じゃないもんねそう、あ有名人有名人誰だろうって思って、そうネタがその一夜をそうだよね共に過ごしたい、うんうん、この人から一晩でもいいから抱かれてみたい芸能人は誰ですかっていうお題だったのに、うん、芸能人有名人と勘違いして、でそれで、うん、誰だろう、あゴルゴ13って思ったんだけど、うん、なんか13が13なのか31なのか多分自分の中ですごいごっちゃになって、うん、でまっきーそう13だから31だって思って送ったいやほんと31 31 31 31で来ちゃったもんね、そうそうそう、30だったら30だからね、しかもねうん30だよ31 31、そうそうそうゴルゴ待ってもそうだから本当にね、もうなんかそういう人がいるのかなって思ったぐらい自然に来たから、うん、えって思って、うん、え13だよねって送って、ああそうだ、うん、13の方だって来て、なんじゃと思って、そうだよね、うん、そうだから番組に出た時にはちゃんとゴルゴパーティーって、うん、そうそうちゃんと13ってこうテクスチャーを作ったんだけど、うん、だけど実はって言って、その時こういうことがあったんだよって言ったんだよね、そう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 、うん、この時もさかなりそのゴルゴの1話分くらいの話をケメちゃん考えてきてたよね、うん、そう、そしたらその時にローカルであのゴルゴ13のあのブリーフ、そうそうそう、白ブリ白ブリだよ白ブリーフ姿ガンガンアップされてて、うん、いやブリーフじゃなくて普通にボクサーパンツがいいとかそういうことを言ってたんですよね、うっかり丸洗い、うっかり丸洗いうあとなんだっけ、あのもし仮に相手があの浮気相手がゴルゴ13だったら、うん、きっとあの彼氏も怖いから許してくれるとか言って、うん殺されちゃうからって言って、うん、ダメダメダメって言ったら、うん、多分納得してくれるかなって、うん、だからきっと後腐れがないよって言ってたもんね、うんうん、うんうんうん、っていうかなんかバカっていう大丈夫かな、妄想がすごい、うん、止まらないね、止まらないんだね、うん、うん、はあ、じゃあお次がチャコリンの、うん、こっからここまでいただくわ、あ、うん、あったね、うん、これは一度言ってみたいセリフかなんかの時だね、確か、うん、一度は言ってみたい、そうね、えこれ言ってみたいよね、じゃあこっからここまでみたいな、うん、お店、うんうん、セレブだ、セレブ、マイケル・ジャクソン的な、ねThis, this, みたいな、そんな感じだよね、ねあれは吹き替えにね、すごい悪意を感じた、これ、車を買って、車を買って、車を買ってみたいな、そんな、うん、なんか気持ち悪い日本語の吹き替え、うん、そうだよね、お金持ちだとね、そういうことまでね、うん、なんかチャコリンが言うから、うん、やりそうで怖いよね、うん、なんか本当にやらないやらない、実際はさ、これあれ、あっちのお店では同じものがちょっと安かったんじゃん、あれみたいな、なんかそのなんだろう、そのモデルでゴージャスみたいな印象がやっぱりこうみんなには
あるから、こっからなんかもう要はファットでいただくわみたいなもんじゃん。そうかもしれない。でもリアルは全然あのそれはやっぱりセカンドライフっていうゲームの上で、そういうあのキャラに慣れてるだけで、実際のリアルはもう、あれ、こっちの動画今日はマルコと丸いるんだよね、みたいなそう、だからやっぱりそのゲームの上で、まあ、言ってみたいっていう夢を実現させる、あ、じゃあもうこっからここまでいただくわみたいな、気持ちいいよね、一回は言ってみたいね、言ってみたいかな、天子ちゃんの駄菓子屋のやつがいいなって思って、駄菓子屋、こっからここまでここまでいただくわ、いやでも駄菓子屋の音が入ったみたいな、いけそうだよね、駄菓子屋とかだったらね、すんごい買ったとしても数千円とか、そうそうそう、多分、そうだよね、駄菓子屋だったら箱ごと買えるよね、夢の箱買いだよ、箱買いどうだみたいな、子供の目でどうだみたいな、大人言えないねえ、でも現実にこっからここまで的なことをやるんだとしたら、気に入った靴の色違いを全部、全部いただくわって言ってみたい、あ、私ね、今思い出したんだけど、こっからここまでいただくわってやったことある。本当？あのね、すごい。飲み屋さんで、あのデザートのページってあるでしょ？それをなんかそれ番組でも言ってたな。あのね、何人かでこう飲みに行った時にデザートのページをバーンって見て、これ全部くださいって言ったことある。あー気持ちよさそう。なんかね、でみんなで、みんなで食べたから、まあ、自分一人だけじゃないんだけど、あのこのページ全部くださいってやったことはある。へー面白そう。楽しかった。あのね、すっごいお化けみたいなパフェとかも出てきて、どうしようかってなったけど、何人、どのぐらいで食べたの、何人くらい、5、6人、もうなんかもう短いの踊りみたいな感じだったからさ、本当に、もうみんなテンション上がっちゃって、デザート食べよう、どうするどうする、あもういいや全部でみたいな、乗ってきてみたいなね、そう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 、あそれなんか楽しかった、楽しそうだね、あダメだ、なんかアイスクリーム食べたくなった、サーティーワンから、サーティーワンから、31のここからここまで全部いただくわって、あーでも何人かでやったらすごい楽しそうかも、ね、楽しそう、それはできそうだね、できそう、いいな、だってなんかあの洋服とかだと、あのなんだろう、これは気に入らないとか、この色は嫌とかありそうな気がして、なんか靴だったらいいなって私は思う、パッド買いね、パッド買い、あとなんだろう、なんか何人かでいるんだったら、なんかピザ全部とかやってみたい、全種類制覇、そうそうそう、ピザの全種類制覇とかやってみたい気がする。お寿司屋さんとか頑張ったらできんじゃない？回転寿司とか、はい、ね、あ、そうだ、私それに似たようなことしたことあった。串揚げ屋さんに行って、全種類ってやった気がする。なんか十何種類かだったんだけど、一本ずつ全部ってやったことあるような気がする。なんかそういう小さなことだったらできそう。できる。ここ一度トッピングでこっからここ。あ、なんだっけ、あのスターバックスのトッピング全部乗せ、全部入れ、で、それでも900何円とか。そうなの？そうそうそう。なんかで見たよ。その多分普通のコーヒーに。そのトッピングってあるじゃん、なんかなんだっけ、キャラメルとか全部なんだかなんだか全部やって、それでもう1000円もいかないって、
そうなんだ。意外にできるぞみたいな、トッピング全種類みたいなのはなんか見たことある。美味しいのかな。いやどうだろうね。どうだろうね、うん、だってキャラメルからチョコレートから何から何まで全部全部入ってる、うん、全部だよね、うん、そうか。味はどうなるんだろうね。いや味になるんだろうね、うん、複雑な、うん、てかとにかく甘い、うん、とにかく甘くなりそうだね、うん、うん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 、はい、お次参りますね。はい、お次もチャコリンの、うん、役立つフェロモン女もうね、これはここまで来ましたかって感じの、うん、これはね、ね、これあの頭の上にずっと上げてたのよね。そうそうそう、引き出しで上げてたんだよね。ね、そう、うん、その放送日のサムネイルがちょうどチャコリンの略奪フェロモン女のドアップだったんだよね。うん、それで、そう、私この時休んだんだけど、うん、で、うん、録画を見ようって思ったら、そのチャコリンの略奪フェロモン女ってなってたからなんか妖怪みたいと思って面白い。そう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 、なんだったっけ、なんだっけ、これ嫌われる女だっけ、この女性とは友達になりたくないとか、そんな感じだったかな。うん、うん、でも口の中では略奪をする女性っていうのはフェロモンが出てる気がするの。うん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 、なるほどね。うん、そうだね。確かそれをそのサムネイルを見た次の日の TJC でこれはなんだって話題に、なんかマットさんとかがチャコ何言ってんだこいつはみたいな、うん、ねちょっと大人げないようなことがガンガン頭の上に上げてて、うん、それを後で聞いてちょっとはいやちょっと恥ずかしいなってね、まさかね、だって私この略奪の後のびっくりマークもよかった、うん、略奪フェロモン女そう本当になんか確かに妖怪みたいな、うん、そうなんかの、うん、ここ他の番組では済まして出てるのに、うん、なんかバレバレじゃんみたいな、そこで止まったらバレバレだなみたいな、うん、チャコさんどうしたんだろうってね、うん、ね、だからそうそう、ね、化粧うまいねとこの辺りぐらいからもうなんかちょっと面白くなってきた、うん、あ、そうだね、なんかだんだん毒舌になってきてて最後に 95% だったね、腹黒度がね、そう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 、腹黒度が、そうそう、うん、で、それで、え、私そんなことないよ、キノコリンより上なんてことないよ、いや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 、おかしいな、もう一回やり直さない、うん、みたいな、あの時の打ち合わせの時に心理テスト決めるじゃない、うんうん、だからもうチャコリに釘刺したもんね、変えちゃダメだから、ね、そうそうそう私本当はなんか万に、うん、本当はあげる、マンに頼まなくてもよかったのよね、 ABC とかだったから、うんうんうん、それをなんかわざとマンに受けを狙って、うん、95% が D かなんかだったの、 B だったのかな、うんうん、答えが、うんうん、でなんか違う答えでお願いします、いや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 本当はこれでって言ってちょっと打ったのに、うんうん、マンが全く無反応だったそうだったんだ、そうか無反応かとちょっと寂しかった時があったよあれね、確かね、うん、昼間とかに結構そういうのを送ってもらってたと思うんだ、チャコリンから、多分ね、うん、仕事中だったんだと思う、あーごめんそうかそうかいやいやいや、あーチャコリンからそう、ね、そうなんか来てる、あーあーあーでもとりあえず OK だけ送っとくみたいな、なんかそんなんだった気がする、シンさん面白いこれほっこりしないほっこりしないほっこりしない、略奪する女からは
フェロモンが出てるんだなってこの蜜を蜜を出てるんですよ誇りしない絶対おかしい。いやでも全然地味で目立たなくておとなしそうな人が奪うっていうのもあるから気をつけな、うんうん、それもあるね、あるから気をつけ、うんうん、でもね隠れフェロモンは出てるよ。そっか、うんうん、とにかく優しいとか言うもんねそういう人ってね、うん、うん、なんかほら時々なんかあるじゃん、何人もの男の人をほら殺して保険金取ってみたいな人ってすごい美女なのかとか、うん、なんかフェロモン出てるのかと思いきや意外とほらすごい地味で、え、この人が、うんうんうん、あいるね、うん、でも結局何がすごいのかっていうと、とにかく話を聞いてあげて優しくしてくれるって、それでコロッと落ちる、うんうん、うん、地味でおとなしいイコール守ってあげたいフェロモン出してるってことさ、ね、あーあそれはもうあれだよね、分かって本人は出してるってことよ、あれだ、相談を手に使ってくる人と同じ感じだよね、あいる、うんうんうん、恐ろしみ、恐ろしいぜ、恐ろしみ、恐ろしみ、うんうんうん、じゃあラストの、うん、いきますね、はい、ラストはマンの、はい、あざとい、あざとい、これはねケメちゃんに向かって言った言葉やね、うん、そう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 、うん、そう誰か、うん、なんかの回答がすごいねケメちゃんのあざとさがねもう満面に出てまして別れ際にまた彼、あ、別れ際にその相手がまた会いたいと思うセリフをどうぞっていう、うん、ひと言選手権じゃなかったっけ、そうだわ、そんな感じだった、それで私がバイバイするの嫌だなって言ったの、うん、そう、うん、そうそうそう、それを見た瞬間にマンが一言あざといってこの子あざといわよってそうそうそうって言ったんだよね、うん、そうそうそう、名言ですわ、バッサリ切られたいやいやでもいいんだもん二人きりだしいいわけじゃないし何でもありだもんそう、マンはあれ、サチコは嫌いだから、サチコ大嫌い、あサチコね、うん、勉強したよ、うんうん、うん、ね、わざとだよ、ね、そうそうそう、ね、あーサチコ、あのサチコ、ナナの、ナナの、漫画のナナの、そうそうそう、ね、彼氏を取る女の一言、うんうんうん、わざとだよって言ったあのサチコね、イラッとしたからね、あのねこいつはってうん、しよダメだわ、うん、パサねえ、しみじみ旦那がそうやって籠絡されたんだな、うん、なあ、わからないなあ、いいひひ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 ひ切られた、修造に切られました修造を切っちゃうから、何でも切っちゃうから、切っちゃうから、うん、正々堂々と行かなきゃダメだそう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 、うん、そう、小林じゃないんですよ、小林じゃないです、幸子が小林幸子になってるよ、うん、小林幸子ならね、まだ良かったのに、うん、ねえ、あの幸子はダメだそんなこんなで、うん、いっぱい全部で16、うん、わあそんなに、うん、てか結構いいお時間になってるね、やっぱ、うん、全部やっ、うん、いつもより長い、うんうんうん、お客様はどうだったんですかね、う
そうだったのか、よく残ってるとか、あと、うん、ね、最初の方ではあの枝って言って、うんうんうん、でもやっぱりなんか名言を拾うとキャラって出てくるよね。うんうん、なんかこういう人なんだっていうのが、うん、なんかわかる気がする、うんうんうん、ね、ケメちゃんは妄想に走ってたりとか、うん、マンは修造だったりとかそれになってるマンは修造、うん、チャコリンはたまに手榴弾投げてたり、そうそうそう、そうそうそう、でキノコリンは黒いキノコリンはねもう持ってっちゃうからね、うん、ずっと1時間やってて最後にポロって言ってドカーンって言って、うん、終わっちゃうから今のネタ何だったっけぐらいのね、うん、うん、そうかな、うん、てかやっぱりなんだかんだ言ってこうポロッと言うのでなんかすっげえセリフ言ってるのやって言ってるなっていうのはやっぱキノコリンが多かったから、うん、うん、ってなると最後に聞くのが恐ろしいんですけど、うん、はい、まあね、今回のこの放送でもいろいろ出てきたと思いますが、うん、うん、あなたの選ぶこの4人の中での名言クイーンは誰かな、誰誰でしょう、名言クイーンは誰でしょう、誰でしょう、女子神ボックスが出ているよ今日も、そうだね、そうよ、今日はちゃんと出してるよ、うん、このいただいた花輪の前に、うん、うん、ね、花輪ありがとう、ありがとうございます、あざ、黒いあざといどっかなるほど、うん、名言クイーンを、うん、ぜひ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 、誰だろうね、なんかね、さラグがあるからあれかもしれないけど、うん、さあ誰だ、名言クイーンは誰ですか、選んでください、女子神ボックスの中にある、うん、ね、うん、MC の名前が書いてあるやつをクククルって回すか、それかローカルとかチャットに書いてくれ、書いてくれ、書いてくれ、ね、でも天候もちょっと全員だよ、4人つけないように全員だよ、全員だよ、全員だって言われてる、いやせやなって元カレ元カレ全員だねって、お飲みに来たんだ、キノコリン、うん、みんなちゃんもこっそりつけてる、うん、キノコもそうだね、まさかの元カレのやつがなかったね、うん、あ、そうだね、うん、うん、いやでもあの枝ちゃうでーはね、もうなんか持ってかれたからね全部、うん、もう圧倒的大差でキノコリンじゃないですか、もうキノコリンだね、うん、やっぱりそうだよ、やっぱさすがメイン MC です、うん、うんうん、持っていきますよ、持っていきますよ、うん、というわけだ、うん、うん、ね、というわけで名言クイーンはキノコリン、ウェイ、ありがとうございます、嬉しくない、全然嬉しくないね、でもこれは特別賞に元カレにあげようよ、うん、じゃあ元カレもキノコリンに含めてしまうともう全部だ、うん、これからも名言を吐いてください記憶に残る一言を、うん、記憶に残る一言お願いします、はい、頑張って精進してまいります
はい、ね、核兵器クラスだからね、うん、言われてるよ。ねえ、いやすごいすごいですよ、さすがリーダーですよ、うん、リーダーですわ。あの声で言われるからだよね、うん、うん、だからね多分記憶に残るね、うん、そうだね、うん、ねえ古いです。キノコハイと名付けよう。キノコハイ、ね、誰か作ってねえ、なんかトロフィーとキノコの、いやそうですね、うん、とか言うと本当に送ってきそうだよね。キノコハイインベントリーとかに届きそうだわ、うん、そしたら記念の SS をアップするよ。そうだね、うん、じゃあ待ちしてまーす。はい、ということで長くなりましたがエンディングいっちゃうよ。イエーイ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、はいどうぞ、いきますよ、エンディングだぜ、イエーイ、イエーイ、はい、エンディングでございます。ではでは、はい、明日というかもう本日の夜の番組の宣伝から参りましょう。はい、本日10月2日夜10時からは SLTV 看板番組竹下ジェットシティがあります。インフォメーションや皆様が参加できるコーナーなどなど盛りだくさんですので、皆様ぜひ遊びに来てくださいね。ね、ね、明日はうん、キメちゃんとうん、そこにいる鈴江くまさんが、うん、イエーイ、出ちゃうかも、もう出ちゃうよー、イエーイ、そして多分時間通りに始まるよ、うん、やらせてくね、うん、頑張るよ、うん、うん、みんな遊びに来て ね、遊びに来てください。はい、そして来週の10月5日、うん、月曜日同じく22時からはたびたび夢大陸がございますので、そちらもお見逃しなく、はい、見逃しなく、てかもう10月なんだね。そうよ、昨日から。早いわ、10月1日に100回記念やったんだから、うん、うん、なんかキリがいいよね、うん、うん、はあ、いかがでした本日、いろいろ名言がまた飛び出しそうで楽しみです。そうね、うん、うん、これからも、ね、うん、200回に向けてね、また次のキノコ会は頑張る、うん、頑張る、うん、あ、書かれてる、クイーンはキノコ、特別なキノコはキノコ、またこれ賞ももらえたよ。すごいな、すごいな、おめでとう元カレ、おめでとう、よかった、よかったのかな、今よかったね、うん、気持ち悪くておめでとう。気持ち悪くてもいいこと1回あるよ、うん、1回ぐらいはあるよね、うん、うん、せや、うん、なんだなんだ、うん、最後に、うん、いつもの、うん、はい、はい、女子の神様にお願いしましょう、はい、キメちゃん、はい、101回目以降も、4人で頑張って元気に番組が続きますように。うん、うん、うん、もう右折禁止のとこは右折しないぜ。ダメよ、うん、あ、じゃこりん、うん、101回目以降も元気にずっと喋れていけますように。うん、はい、私は200回目には違う人にキノコハイが行きますように。神様
お願い。お願い。ありがとうございました。ありがとうございました。来週からもよろしくね。よろしくね。ればすぐにバレて、だから今日も叱られて、急げばゆっくりやれて、休めばすぐ動けて、人のことなんか聞いちゃいられない。あなたはおせっかいで、何かと口を出して、耳たこがもう100匹で、でも今日も会いたくて、その笑顔が見たくて、と思った時しま